中山信近です。で年齢は28歳で出身は神奈川県です。でバスケ経験はもうストリートの経験で言ったら大体二十歳からっていう考えて、まあ、8年ぐらいかな、まあ、もうそれが俺のバスケのストリート人生の中で全て8年間が、って感じですよね。元々中学3年生までもう小学1年生から中学3年生までバスケに切り替わるまでギリギリまで柔道やってたんです僕。でずっと柔道やってて、もうなんだろう、柔道でその高校とかも行くっていう風な感じで決まってたんですけど、すげえもう耳つぶれるのが絶対嫌 で柔道も結構強くて、なんだろう、ちょっと期待されてたんですけど将来も、もうでも絶対に耳は潰したくないと思って、そこでいやもうたまたまバスケ好きだったし、朝のシューティングもよく入るし、まあ、これちょっともしかしたら、まあ、柔道より全然モテるし、もうこのタイミングなんじゃないかということで切り替えてみたら、まあ今に至りますまあだからちなみに今は柔道着着ても多分強いです。でなんか一個のスポーツだけをやってきた人ってあんまり強くないっていうか極められないじゃないですけど、アメリカの選手もいろんなスポーツを極めてるじゃないですか。それと同じで僕たまたまそれが柔道だったっていうか武道の感じだったんで、そうですね。俺多分ワンオンワンの試合とかっていうの初めてだと思うんだけど、本当に誰に何を気を使わずやれるっていうのがやっぱ本当に自分の舞台じゃないかなと思って、なんだろう、自分が楽しめたら絶対に勝ちはついてくるって俺思ってるんですよ。コンディションはすげえ今いい感じで上げてて、なんだろう、体のキレもいいし、なんか文句言えないぐらいの状態で臨めそうだなっていう感じが一番なんで、すげえ楽しみです。正直ワクワクする感じ、楽しみに、とにかく楽しみに。でやっぱりプロとできるってことも なかなかないチャンスなので、まあ、まず初戦突破してちゃんとプロと当たるように頑張ります。もうそこを倒したら早いなって思うんで、いろんな話が見て分かるように、そういうのをシンプルに見て分かるスタイルのみんな、ジャイアントキリングしたら面白いだろうし、みんな多分俺は優勝しないと思ってるだろうから、そこをマジでいいように裏切ってやろうかなと思って、もうそれがワクワク、まあ、バスケは慎重じゃねえってところは絶対に俺が分からしてやろうかなと、気持ちのデカさだぞって、You'll hate me for being in that top position, but I-